Hi, hello. How are you? You're doing fine. You're doing good. Alright, I'm gonna keep the sound this time. Yeah, why not? I hope nothing happened. So, yeah, there's nothing to say more. Let's chill and watch. Winder my mansion. Wait, false what? Falsehood? Oh, she's alive. Heal her. Yeah. Hey. You heal her, Orphen. Come on, please. Orphen, お様、その僕が別の人に習うことに反対なんですか。お前はどんな魔術師になりたいんだ。半年近く俺のところにいて、どんな魔術師になれると思ってた。よくわかりません。ただ、一人前になりたくて。どんな奴が一人前の魔術師だと思う。役立たずじゃないってことです。僕はお日様みたいな魔術師に。俺は今まで 誰の役にも立ったことなんてねえよ。え?俺のようになりたいと言ったな。俺に何があると思った?俺より強い魔術師なんかいくらでもいる。剣や格闘技の腕にしてもだ。俺に特別な、いくらでもいる。剣や格闘技の腕にしてもだ。俺に特別なものなんか何もない。そんなことありません! まあ聞けよ。じゃあ、俺より強い魔術師には、それがあると思うか?普通の人間にはない、特別な運命だかなんだか。それを。例えば、採石金領の漁師には、大陸の命運を自分勝手に背負うような権利があると思うか?じゃあ、僕は誰に習えばいいんですか?特別なものなんて何もないってことに関しては、誰もが同じなんだ。みんなつまらない。 一人の人間でしかない。どんな力を持ったところで、大したことができるわけじゃない。でもそれを勘違いした奴が死に急いでいく。俺はもう、そんなのを許すつもりはない。決めたんだ。自分が犠牲となって、未曾有の崩壊を救う一個人なんてものは、もう二度と許さない。ただ一人の、 ありふれた一個人として誰からも等しく学ぶんだ。師匠が誰かなんて決める必要はない。お前はどこまでも半人前なんだよ。俺と同じでな。学ぶべき相手を見つけたら学べ。だがここの漁師はダメだ。あいつはお前が他から学ぶ道を閉ざそうとする。オーフェン。聞いてたのか? なら聞いた通りだ。お前もいろいろ気がかりなことがあるんだろうけど、一人で背負い込むのはやめよう。お互いな。そうだ、お前たち、この屋敷の中を探って食べ物を集めておいてくれないか。一日か二日分でいい。ダミアンによれば、これからしばらくが勝負だそうだ。あのミスター幽霊はともかく、俺たちは食わなきゃ持たないからな。 Mr. Ghost。お様は信用しないんですね。俺たちは食わなきゃ持たないからな。お日様は信用しないんですね。漁師様。ああ。奴は俺を駒に仕立てようとした。だが俺は俺だ。自分の役割は自分で決める。私も。でも、オーフェンが言ったからじゃないわよ。僕は、よくわかりません。 だって王子様には実際物事を大きく左右する力が
魔術師が超人だと信じるのか。超人には世の中を変える責任があると。わかりません、わかりません。力を持つことに意味を求めてはいけないんですか。お前が超人の運命を選ぶというなら俺は止めない。俺が止めるのはお前が死に急いだとき、それだけだ。お日様、ここでお別れだな。俺はもうお前の仲間じゃない。Oh, come on, no one gonna save her. わが騎士よ。両親様、お慈悲。誰なのだ、お前を撃ったのは。お前は騎士だ。その命が尽きる前に最後に一息だけが許されているならば、それを使って我が質問に答えよ。Was Tisha, right? Tisha, right? Or who? Ah! It was him! The hell? Why? Wait. Oh, a sec.I was fixing the fox. Butter はいるかな。そうね。こっちに缶詰があったよ。なんであんたがここにいんのよ。なんでさ。あんたは領主様についたんでしょ。敵じゃない。いいじゃん。The hell? だって僕は敵になろうなんて思ってないし。でも領主様の部下になるんでしょ。違うよ。おいさ、オーフェンさんとはそのちょっと意見が合わなくなっただけで。あ。ここちょっと怪しくない。ここに食べ物が非常食か何か溜め込んでるのかも。いざという時に取り出せないような場所に、いざという時に取り出せないような場所に。おい、 what? Oh, oh, the mark on the floor. Well, this this is not a food. こんなところに食料あるかな。私、明かりを持ってくるわね。The hell in here? Wait, what the? クリオ、我は産む小さき精霊。 The hell, who grab her? 地下通路。クリオはどっちに行ったのかしら。 Well, it's one way. Okay.私はこっちを探すわ。マジックは反対側を。わかりました。なんだろう。どうしてもこちらに来なければいけない気がした。まるで誰かに呼ばれたように。What the fire scared me? Use! Ed. Well, be careful.無数の小さな虫になって宙を舞っているサヤこそがその剣の刀身だ。その射程はおよそ50メートル。そうよ、あなたはそれに負けるのよ。領主に会いに帰ってきたんでしょうけど、あなたが頼みにする最接近量はもうめちゃくちゃよ。みんな死んでしまったわ。お前は勘違いをしている。事実の把握もできていない。把握してるわ。私はここであなたに勝つの。俺は領主に会うために帰ってきたんじゃない。お前に会いに来たんだ。 Wait, what? Oh yeah. こんなことになるのよ。ちゃんと説明しなさい。
Oh! A fucking Vulcan! God damn it! I fucking hate his name! これはこの地下通路に迷い込んだ俺様がたまたま出くわしたあの髪の長い黒い服の魔術師から貴重な食料と引き換えに竿しろと依頼されたからであって。そうしたらこんなところに鉄格子があって僕たちはこれに激突したと思われます。その髪の長い黒い服の魔術師って。 天神種族の武器であるその剣をどこから持ち出したか考えたことはあるか。聖域だ。彼はどの種族の住処である。聖域で生まれた。そして外界へ出てきたんだ。そんな話聞いたこともないわ。一人の子供を連れて聖域から逃げ出してきた。正確に言えばビードゥは。 本当はその子供から逃げ出したかったんだ。その子供には特殊な能力があった。彼を支配した。自分を保護させたんだ。彼も死後、その子供は別の被護者を求めた。それが俺だ。俺は採石金領の領主に頼まれてドッペルイクスの疑いがかけられていたビードゥを調べていたんだ。その過程で俺自身 その娘に不思議な関心を抱き、婚姻関係で結んだ。俺はどうしても腑に落ちず、牙の塔に戻り、師匠であるチャイルドマンに尋ねたんだ。シバはその娘の存在がある人物に非常に似ていると答えた。俺もよく知っているその人物とは採石金領の領主だった。わからないわ。あなたが何を言ってるのか。いいから聞け。 俺も最初はその言葉の意味がわからなかった。だがお前を切ったことでやっと気づいたんだ。お前は何もわかっていない。自分自身さえも。あの時、俺はお前を殺す気など全くなかった。だが気づいた時には切っていた。自分の意志とは関係なく。俺もあの時、お前に支配されていたんだ。 What? Wait, what? Wait, what? Why? Wait, what? Wait, what? 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 聖域に行って全ての謎が解けた。死が言った通り、お前は採石金領の領主と同質の存在だ。お前を理解することで俺は領主の存在も理解した。私をどうするの？聖域に連れ戻す。殺してもだ。どうせ生き返る。 Oh shit, this guy here. You are not a man. 聖域に対抗できるのは領主だけだと思っていた。だがもう違う。同質のものがもう一つあるのだから。全部嘘だ。あなたの言ったこと私は信じない。あ、シェット、アゲンストワン。 聖域はすでに聖域自身を裏切っている。ドッペルイクスの名は何のためにあったと思う。嫌に饒舌だな、ユイス。追い詰めたぞ。
頼みのネットワークを自分で封鎖した結果どうなったか、お前だけが自覚できていない。調子に乗るな。私を滅ぼす方法などないのだ。本当にそう思う？あ！お前は！ティッシュ！また私を恐れたわね。What the she shot it. Tough。俺と戦うか、レティシャ。私が勝つわよ、コルゴン。協力には感謝する。次は聖域で。そう遠くないうちにね。Hey, she's hurt. Tough。彼と行きなさい。いや、行きたくない。助けて。悪いけど、今の私にコルゴンを止める力はないわ。遅かったな。殺したのか。まさか。担がれたことへの仕返しとして伸ばさせてもらったが、なぜ消えないんだ、こいつは。確かにお前の想像通り最接近領の領主はゴール。The one dead。ただし特別性のな。死者を再現するのではなくネットワークから生み出したものだ。その情報の緻密さと計算速度は時に現実の時間を凌駕する。故に彼の計算は未来を見通すかのごとく精緻を極める。うん。たかも現実が彼に突き従うかのように。それがイカ様のネタか。私の力の集大成だ。そのカリスマ性があれば、精神支配にエネルギーを費やさずとも人心を掌握し、人を支配できる。くだらないな。お前が人を支配して何をしようとしていたのかは知らないが、そんなことのためにイルギットやウィノナも。No。ネットワークの情報に従って再構成された理想的な人間を君はすでに知っているはずだ。No, Winona is dead. 先生を理想の人間に仕立て上げてしまったのは俺たちだ。だが俺はもう先生の弱さされた理想的。 No, come on. I don't wanna Winona die. No, she's dead. 今人間を君はすでに知っているはずだ。先生を理想の人間に仕立て上げてしまったのは俺たちだ。だが俺はもう先生の弱さを知っている。ダミアン・ルー、過去を力とするお前は俺には勝てない。おう、おう、私を倒す手段はあるまい。そうだ、お前を倒すのに手段など必要ないよ。精神師であるお前は意志によって存在している。目的はわからないが、必ずそれを達成するという強固な意志だ。だからその達成に疑問が生じ、迷いが生まれればその存在は無になっていく。予期せぬことが起こり、一つ計算が狂うたびにお前は弱っていく。違うか、ダミアン・ルー。ダイムルー。ああそうだ。だがお前だけが有利なゲームはもう終わった。ウィノナもコルゴンももういない。俺に勝てる駒を用意できるのか。あるぞ。Oh, this guy。ジャック・フリズビー。我は放つ光の魔術は使わせん。の。どう戦う。完璧に再現された光線の力は実物をも死のうぞ。一撃でも食らえば致命傷となる崩しの剣。だがお前は俺から逃げられない。俺を退けることも邪魔をすることもできない。おお、イズがユーズザガン。すり減っていくんだろう、ダミアン・ルー。精神体のお前は無価値になった瞬間に滅びる。意味などなく存在できるのは肉体だけだ。奇弁に過ぎる。お前はゴーストじゃ。あ、シェット。ないよな。ああ。倒せない。あの若
が理想を上回るとでも言うのか。Yep. そんな私は無力。Yep. なのか。ひどく弱ったものね。天魔の魔女。ここで全ていただくわよ。全て奪うというのか。私の力を消さるのではなく。まもなく聖域はこの大陸を見捨てる。その暴挙に立ち向かうことができるのは。What the hell? 自分だけだとでも言いたいの。うぬぼれないで。She just took his power. Jack. 準備は整ったわね。あなたは来る。キリランシェル。私の伝言を真に受けて。私に会いに。What the hell is Azalea doing, huh? She becomes a Omega God in this world, I think. Wait, there's nothing?Yeah, I didn't speak a lot in this one, huh? Ah, that's okay. I'm just chilling, really, watching this show. Holy moly. But I like it. There's nothing wrong with that. It's fine. I think, Yeah, I'm trying to think what could go and could go on. Problem. But we lost to win, and that's kind of sad, actually. Fuck. Maybe they can save her right now. No, I think she's dead now.Why make it a character and they kill it? The show is getting close to the, you know, the climax. So thank you all for watching, thank you all for being here. I really don't know what to say except Dazzle is literally here. He's waiting for Orphen again. I don't know why, but...I did when I was like this doing this. I want to start the episode. I did see Azalea face this one. So when she show up, I felt like it. She's gonna be here. Fuck. A bit spoiler by accident. It's fine. So thank you all for watching. Thank you all for being here. And see you all next time. Bye.